きチャンネル。ジョッ。こんにちは。さあ今日はセリーグ5位の広島カープでございます。はい。ねえ、うん、一時は A クラス入り、はい、残るかっていうところでね、はい、残りきれず5位ということでね、佐々木の予想当たりました。ああ、広島5位も当たってるのか。そう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 。おお。だからここまでよ、はい、中日最下位、日本も最下位、広島5位。全部です。ああ、すごいじゃないですか。ね、なかなか。うん、でもまあ今年ね、はい、まあ、今年1年間やっぱりカープ見てきた中で、うん、まあ苦しかったのはやっぱ投手陣だね。はい。やっぱりその栗がね、去年タイトル取ったのに、うん、防御率 3.33、6勝9敗、うん、で大瀬良が 4.72、防御率8勝9敗、はい、で森下が 3.1 なんで10勝8敗、うん、だから森下で貯金2個しか作れてないからね、はい、だからそこら辺がきついよね。あとやっぱ床田が怪我したのが痛かったね。そうですね。もう10勝確実だったからね。だから床田の怪我、床田怪我なかったら A クラスに 100% 入ってたと思う、はい、うん、でやっぱあのルーキーのね、うん、森黒原、はい、この1位2位コンビがちょっと不発、うん、まあ、最後にね1勝したけどね、はい、森投手はね、うん、だまあここが2人が来年ねどうなるのかっていうところと、若干リリーフの防御率も悪くて、うん、まあ、栗林はいいんだけどね。で森浦頑張ったけども、はい、まあね、ケムナ、あとターリーとか島内選手とか、ね、なかなかプリーンってね、うん、感じもね出てなかったし、で打つのは、はい、まあ、俺はもうね来年坂倉キャッチャーもう一択で行った方がいいと思う、俺は、はい、もし坂倉キャッチャーだったら、うん、ベストナインとか絡んでたと思うよ、お今年して、まあ、もちろんあのキャッチャーのままあれだけ打てればっていう話だけどね、はい、うんうん、でファーストはだから外国人、うん、来年もいんのかな、まあ、いるか、うん、いるよな、マクブルーム、うん、でセカンド菊池でしょ、はい、でショートはもう琴の安定でしょ、うん、でもし坂倉がキャッチャー行ったらサードがちょっといないんだよね、うん、だから多分チーム事情的にサードを坂倉になるんちゃうかと思うけど、はい、サードなんてずっとやっててももう有名になれないからね、はい、村上と岡本がいるから、うん、そうですね、で宮崎もいるわけでしょ、うん、絶対もう首位打者ぐらい取んないと、うん、首位打者取っても坂本に、じゃあ岡本に、あ、村上に、そうですね、3番を取ってるわけですからね、抜かれちゃうというところで、うん、やっぱりタイトル絡んだり、やっぱり侍ジャパン入るためには、うん、やっぱキャッチャー俺に本人もやりたいらしいし、うん、俺はもう坂倉キャッチャーでね行って相澤バックアップみたいなね、はい、形がいいんじゃないのかなっていうところもあるし、あとは西川と野間がね、うん、の FA 次第っていう、そうですね、西川選手出てったら、うん、あとやっぱり、そうしたら外野がちょっと薄くなるからね、はい、だから全体的に考えると、うん、リリーフもあれだけど先発、はいはい、外野、うん、ここがもう絶対取んなきゃいけない、はい、だからもうでしかもさ、うん、ドラフトの振り返りでも通信もでもあったけどさ、はい、独自路線行きよりやん、そうね、毎回単独指名を受けばしかもいい選手を、うん、だから俺はね今年カープが行く選手を発見してきた、はい、お、見つけました、はい、やっぱ行った方がいいのはね、うん、東京ガスの増田はあ、投手、うん、右、もしくは、はい、増田健久投手、大阪ガス川戸圭投手、お右、この社会人、はい、好きじゃん、うん、でトヨタの吉野照樹、うん、投手、トヨタも好きじゃん、うん、栗林行ってるし、うん、即戦力系多いですよね。そうそう、しかもそれが本当に即戦力になるからね、はい、でもしくはやっぱり左が欲しいってなると、はい、何度もお名前が上がるけども、うん、白鵬大のソタニコ、うん、のだからソタニ、川野、増田、はい、この3人のどれが行くんちゃうかっていう、おもしくは1位2位でもいいかも分かんない、はい、ウェーバー、まあ、早めだから、早めだから、うん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 、ぐらい行ってもう投手陣再建して打つのはよ、チーム打率2割5分7厘でセ・リーグ1位なのよ、うん、で打点が524とセ・リーグ3位だから、ヤクルトよりちょっと打点がねチーム打率高いのに一部ぐらい、うん、打点がちょっと少ないのよね、まあ、そこは多分ホームランの数だと思うんで91本しか打ってないからね、だからそういったところはもうなんかマクブルームとか外交陣で補強しながらみたいな、うん、でまあ外野もねあの中村とか、はい、もう一人大阪ガスから取った末金選手、あ、末金選手とか取ってるからね、はい、やっぱ外野もそこが働かなきゃいけないけども、やっぱ外野もやっぱ取らなきゃいけないなっていうところで、はい、まあ、このね中央大学の森下選手、うん、森下つながりで、うん、森下でね、はい、うん、もしくは中村末金と右取ってるから、はい、左の昼間、うん、
早稲田っていうところがやっぱりカープは行くんちゃうか。だから1位から3位までで、うん、ピッチャー2人外野手1人取った方が、あとはもう本当西川と野間のね、うん、FA 次第っていうところもあるけどね、はい、そこがやっぱ即戦力だからやっぱ社会人代数作るんちゃうかっていう、うん、高卒っていうよりは下位で高卒をちょっとまとめるんちゃうかって俺は思うね、うん、絶対いらないのはもうキャッチャー、おーそうですね、毎年なんか取るけど ね、 ねいらないいらないいらないいっぱいいるから、相澤選手もいるし磯村選手もいるし、おで坂倉いて、うん、石原とかね、はい、他の中村翔成もいるし、うん、だからまあ、ね、うん、俺はまあそこ以下いいかなって俺は思うけど、うん、なるほど、どうですか先生は。いや僕実は被ってまして、僕川野君も一押しだったんですよ、大阪す、はい、っていうのは広島広陵なんですよ。そうだ、じゃああるな、はい、で甲子園出場した時の選手なんですよ、うん、すっごい高校の時は良かったんですけど、仕事の時出さずにガスに行ったんですね、うん、で強豪と、うん、はい、でこれは、ね、情報によると、うん、ヤクルトが狙ってらっしゃるんですよね。そうだ、うん、だから強豪になるから、ここは強豪でまず取りに行くんじゃないかと。しかも高卒からガス行ってるから1年早く入れるもんな、はい、大学生より、うん、そうですね、めっちゃいいんですよ。だから来年入って22歳だな、うん、でもすごいですね、大阪ガスでは優勝した去年の日本選手権では4試合無失点の好投で MVP に選ばれてる。あるな、1位よ、ね、いや、あるんですよ、はあ、はい、でもこれだけじゃ面白くないんで、これ外した時にね、うん、僕が取ってほしい選手が一人できます、うん、これは金村選手、富士大学、おー、はい、いいっていう話だね、うん、はい、うん、この選手も非常に面白い選手で、うん、まず違いんですね、うん、出身が沖縄、うん、めちゃ高いんですよ、うん、で高校が岡山の方に進んで、うん、中国大会、中国地区なんで広島のスパートをまず見てます、うん、でそのまま大学に進学して、うん、非常に大学でも活躍して、うん、右の本格派として、うん、非常にいい評価をされてるんですよ。いっちゃう、いいですね、うん、袴田学あるの。いや袴田学ちょっとおすすめはいるんですけど、うん、なんかそこまでご了承されると、まあでも外野って意味で、うん、外野では今年東北福祉大めっちゃ豊富なんですよ、うん、そこで杉沢龍選手、うんうん、いいの外野、うん、あの大学日本代表にも選ばれてるんですけど、うん、仙台六大学野球の三冠王です、うん、まあ、すごいじゃん。歴代5人ぐらいしかいないと思うんですけど、うんうんうん、三冠を取ってて、うんうん、あのパンチ力もあるし、うん、すごく整った選手だと思いますね。足は速いの？足はね、どうかな、パワーというよりはミート力とかそっちの方だと思うんですよね、うんうん、どうですか、東北高校から東北福祉大なんですけど、ね、超有名ですね、うん、あ、やっぱそうですか、はい、足も速いし。でもね、もし野間とか西川がダブルユースしたらね、はい、あるよね。俺はもう、俺は中央の森下君おすすめ。だって高校通販57本だよ、大学1年からだって C のマーク一緒だから。使えますよ、使える。そこでね、あの赤に塗ればいいんだから、 C 使える、うん、C、 あ、両 C 白だからね。でも中央根か、そうですね、でも形一緒だから。じゃあカープにはじゃあ森下くんで、杉沢くんもちょっと違う球団の外野にでお願いします、うんうん、だってあのシンシナジーレッツからもう C が一緒だから、秋山だし C 集めとるし、そうそう、だから中央だよ。それからあと智弁、智弁から、智弁、そうですね、うん、そこらへんかな、森下くん。カープはやっぱりそ、うん、もう二遊間いらないしね、はい、あとサードどうするかなんだよ、坂倉をどうするかによって。だからサードの外国人を取ってくるのが、あと林とか今年全く出てこなかったけど、うん、なんか打ち方忘れちゃったらしくて、えなんかすごい、うん、はい、まあ、言えない話、あのサプライズライブ来てください。ちょっとあのここで言えないです、はい、12月にありますからね。そう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 、だからまあね、やっぱ外野か、うん、その FA 次第、あとはまあピッチャーだね、はい、もしくは後ろできる選手を取ってきてもいいけどね、リリーフね、うんうんうん、でもだから大道を後ろにした方が俺はいいと思うんだよね、うん、個人的にはね。だからそういったところかな、カープは、はい、ドラフト戦略はね。そうですね、うん、はい、皆さん、カープファンの皆さん、コメント欄でご希望お寄せしてます。